鹿の食害ないんですよ。鹿ですかそれ。鹿が皮食った。ほう。こんなところで鹿が来るのね。見分かった。もうダメだ。一つもない。この栗の毛よう身につけんねや。一つもなったね。あ、ほんとやね。これようなんねやはなるんやけども、それは猿やにって言うけどさ、もうここすごい景色やね。景色いいですね。景色はいいね。ほんとに360度。ちょっと本当、すごい。ここが頂上。あれ、これ本当もあれやな。何回かね、これ登る人はね、こんだけ大きかった。もう本当にこれをよく壊されよってね。うん。でも下から積み直してね、した思い出に、まあ、これね、ここにね、誰も知らんけど、何が入ってる。何千年も持ってる。これ入れといた。これ何ですか。いや、私がこれプレートを作った。まあ何か目的ないと。これは日向小屋のおやすさんと心安なったためで、あんたもどうやなったらそうやなって俺書いてた。記念にね。これあと都合よければ何千年もすで。ああ、そういうことですで、まあ、ここはねちょっとこれちょっと入れるようにさ、なんかピラミッドみたいですね、これ。いや、まあね、まあ自己満足だよ、これ。いやー、でも、これ見て楽しむ人いるんじゃないですか。え？見て楽しむ人がいる。これか。これは誰も知らんね。いやいや、このピラミッド。あ、これはね、大概ここで写真撮ってくっちゅうわ。そうやろね。うん、せいぜい、まあ、下がいいのか悪いのかちょっとわからんねんけど。まあ、あー、今日はよう見通せるわ、これ。海まで見えるもんね。ね、海まで見えますもんね。見えるやろ。あそこが希望層ですか。あの山の向こうがもう滋賀県だよね。そうそう。よいしょ。これ体が大きいしやね、これ。大きいですね。どうしたんですか、これ。1ぐらいで本当に1日にゴロゴロ、もうよう数かんとゴロゴロ。こんなでかいし。かなり大きいですよ。これあの、さっき言うたよね、あと道の横にさ、あ、もうな、もう雨やなんかでもう崩れてたら下をでタタタタッとってから、こういうのもこれ。大概のもんやったな、これ。大概のもんですよ、これ。いっぺんにやろうと思ったら、これ。いやいや、これも1年。1年がかりでピラミッド、1年がかりのピラミッドや、ね。そうそう、1年がかり。なんかないとって思ってさ、まあこれは作ってみてね。これは蝶が作ったやつ。これはもうヘリコプターで運んだ。いやー、ヘリコプターじゃないとこれ無理やね、これ。そこら辺のとこ見えへん？あ、見えるかもしれない。どこかわからんけど。ちょっとこれズームちょっと上げてみようかな。双眼鏡持ってらんでね。ずいぶんね、方角がちょっとね、狂ったんだよな。あれがね、ダイワハウスって思うのよ。あの辺が。あれがダイワハウス。せいでね、あのプラントは。せいで、こっちから行くとね、あそこはね、あれ多分ね、朝日川と思うよな、こっちの方ね。あの東のあれ、コンクリかなんかのプラントでね。朝日が渡ってちょっとこう行った時で、まあ、あの山の裾あたりぐらいちゃうかな、あれ。